はい、どうもこんにちは、ヒロスクルーチューバーシンです。今日はですね、今秋葉原にやってきております。ポケモンカード専門店激輪のね、今湘南平塚店というのを神奈川県の平塚市でやってるんですけれども、そちらのね、秋葉原店がね、8月1日にオープンするということで、ちょっと店の中を紹介しようかなと思いまして、動画撮っております。というわけでやっていきましょう。店のね、アクセス動画は、詳しく後で上げるんですけれども、そちらの、電気街口、秋葉原駅電気街口を出て、まっすぐですね、あのこちらの儀号ですかね、この赤い建物に向かって歩くとお店の方面になります。今はね、あの日曜日で、あの歩行者天国になっているんですけども、平日はね、こちらの、横断歩道を使って渡るのかなと思います。松本清が、目印ですね。まあ、いろいろ行き方はあるんですけど、こちらをね、こっち行って、左曲がっても大丈夫ですし、まっすぐ行って、右に曲がっても大丈夫ですし、今回はですね、できるだけ曲がり角が少ないような状況で行こうかなと思います。後に上げるね、アクセス動画の方はもっと詳しいような、朝方に撮った、内容でお送りしておりますので、そちらの方がね、人がいなく道が分かりやすい、動画なのかなと思います。でこちらのゲームセンターさん、赤い建物のところで浜田さんっていうね、いろいろ売っているお店がありますので、こちらを、右に曲がります。ここですね。ちょっと人が多いんですけれども、このまままっすぐ通過いたします。こちらの、ね、奥のビルに到着しました。鏡張りのビルですね。こちらでここの、横断歩道は通過いたします。今日も歩行者天国で、人がいないんですけれども、通常はここを車が通っておりますのでお気をつけください。でここを渡りましたら、そこにね、メイドのことは私に聞けっていう職業メイドカフェって書いてある、ね、看板がありますので、そちらに向かいます。こちらですね。で今回やるポケモンカード専門店なんですけれども、でこちらの、今度はこちらの人混みのある方に今度は向かいます。で今回やるポケモンカードの専門店なんですけれども、結構、ポケモンの公式のパックでしたりとか、オリジナルパック、あとは公式のサプライ、あとは PSA 鑑定品というポケモンカードにね、判定がついたもののカードを売る予定です。もちろん買い取りも行いますので、ぜひご利用いただけたらと思います。この、道もどんどんまっすぐ進みます。やっぱりカード屋さんが数多く並びますね。そのお店の前にも新しくできたお店が、この店舗があるみたいです。右手にアパホテルが出てくるんですけども、こちらをまだ、先に進みます。こちらまで来ると結構近づいてきましたね。こちらですね。これね、デニズタキッシュカフェ&バーってところを右に曲がります。
こちらにもうまっすぐ見えてますね。ホープビルと書かれたビルがございます。こちらが秋葉原店の所在地となります。階段がありますので登ったら到着ですね。こちらですね、看板がついております。こちらですね、こちらの5階に登ると到着です。結構ね、階段がかなり狭いんですよね。この辺頭をぶつけないようにお気をつけください。5階なのでね、最上階となります。こちらですね、ここまで行くと、到着でございます。こちらですね、はい、というわけで、到着いたしました。ここ激輪、平塚じゃないや、駅秋葉原店ですね。はい、こちらとなっております。こんな感じです。結構ね、こじんまりというかですね、入ったら見ていただけると思うんですけれども、もう入り口でここでね、もうすぐここもうレジって感じなんですよね。ショーケース見るのもちょっとお客さんと兼ね合いながら見るという感じですね。でこんな感じです。ちょっと、カメラを切り替えてお話しいたします。こんな感じですね、入ってもうすぐね、こう、レジがあるという感じですね。で奥にこう机があってという感じです。奥にタイムゲイザーと、VMAX クライマックスがちょっと見えますね。こんな感じです。でここがね、ショーケース1台目、こっち2台目、3台目、4台目と、合計で4台と、こちらガチャが2台に、こちらにショーケースが1台ございます。でここはね、いろいろ棚になっていくのかなと思います。外をですね、外は、こんな感じとなっておりまして、おそらくここはね、塞いでしまうのかなと思うんですけども、ちょっと通りが少しだけ下に見える状況となっております。でこんな感じで、いらっしゃいませという感じですね。はい、というわけでね、まだ何もないんですけれども、またね、ショーケースに、品川入りましたら、動画撮っていこうかなと思います。店のね、まだ何も置いてない、貴重な映像ということで、今回動画ね、撮影いたしました。昼のね、行き方みたいなのもね、ぜひ、参考に、アクセスですね、参考にしていただけたらと思います。ちょっとね、まあ、あまりね、広くはないお店なんですけれども、品はね、ぎっしり備えてやっていきたいと思いますので、ぜひね、7月28日から、プレオープンいたしますので、ぜひそちらも合わせてよろしくお願いいたします。7月のね、26日ぐらいに、このカードはこれぐらいの金額で買うよっていうね、金額表も、出しますので、そちらを見てね、ぜひお持ち込みいただけます。幸いです。平塚店とね、平塚店にいらっしゃった方はね、あちらの店も、ね、あんまり広いとは言えないんですけれども、秋葉原店は、それより、小さい店となっておりまして、そのね、狭さと、こちらもね、秋葉原店はね、どうなっていくのかというところも合わせて一緒にね、見ていければと思います。というわけで、秋葉原店からお送りしました。以上、平塚 YouTuber、しんでした。では。